はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日は10月27日水曜日の朝4時35分相場解説になります。昨日ねセルの方に向かうんだということでそれを前提に、申し上げたんですけども、1日空けてみるとねロスカットを食らいながらだいぶバイの方に向かいましたよね。これは一つ大きなチャンスロスを犯したかなと思います。私はセルの方に行くというね考えが7割で、残り3割はエリオット波動が完成しているなら上昇にもあり得るのかなと思ったんですけども、どうもねエリオット波動完成してないんですけども、その上昇方面に行ったみたいですよね。もちろん、後で説明しますけども、上昇角の頂点こちらを超えてないんでね、まだ何とも言えませんけどもね、ちょっとその辺を合わせて今日は解説していきましょうか。じゃあこちらをご覧ください。日足を見ていくとエリオット波動がもし完成しているならですね、ここを超えてこの陽線は上の方に傾いていってさらなる上昇波動を作るはずなんですよ。ただそこまで行くかなと、私は113円とかね、場合によっては112円方向に行くと思いまして、その一つの指標がここなんですよね。ここに絡んでこの、ゾーンに弾かれて上に行くだったらそれはないんですけども、おそらく絡みながらも下に行くのかな、抜けるのかなっていうふうに昨日は解説したと思います。その次にここのポイントですね、こちらの方も下に抜けるようでしたら左右対称の形を作っていくんじゃないかなと、こういうふうな波形があった時っていうのはパターンは2つで、左右対称で下に行くのかさらに上昇を強めていくのかってこの2択になってくるわけなんですよね。で私は左右対称を作りながらセルの方に向かうというふうに昨日は今週の方針で踏んだんですけども、早速方針の変更が必要になってきたかもしれません。4時間の方に行ってみましょうか。4時間の方行きますと、その上底下底のレジサポ、そのゾーンがね、こういう風にあるわけですよ。ゾーンっていうか、そのレンジがね。レンジがあって、ここに絡んでどうなるかってとこだったんですけども、弾かれて上の方に行ったってことですよね。チャンスロスを犯したのが、倍戦略ならこれが取れていたんだけども、ちょっと今回は取れていなかったということですね。まあ、セルの戦略で行きましたんで、このリスクは6対4の4割に入るってところはもう仕方がないかなと思いますけどね。問題はこれがですね、そのまんま上の方に行って突き抜けて上昇局面をさらに強くしていくのか、それともこちらのねレンジに入ったことによって改めて下の方に向かう勢力をつけるのか、要するにダウントレンドを継続するのかってことになります。ただですね、1時間を見てみると分かるんですけども、もうね高値切り上げは壊れましたよね。こういうふうにここまで行って今度高値がここについちゃったわけですよ。ですので、トレンド転換をしている可能性が非常に高いです。ね。安値も、こういう風に順調に来たんですけども、今度安値はね、切り上がっちゃってますんで、もうどこに置けばいいのか分かんないぐらいです。ここに置いときましょうか。ということなんで、ダウントレンドが上昇トレンドに向かったかな、という風に、一部ね、ここで転換起きたんですけども、さらにもう一回ここで転換が起きて、ギザギザを作ってるような形で、レンジに収まっていくのかなってところも見て取れるんですよ。もう一回ね、日足の方見てみますね。今日はね、日足だとすごく大きなレンジを見ることになっちゃうんですけども、まあでもこういうふうに改めてねレンジを引き直してもいいかもしれないですね。いまいましい。まあこの難しさが FX トレードなんですけどね。まあ今日の方針ですけども、すいません、もう一回改めて相場を見る水曜日にさせていただきたいと思います。上昇に向かうならエリオット波動の上底を超えた時、もしね下の方に向かうでしたらもう一回今日中にセルの方向に大きく動くと思いますので、それがサインになります。この2点で見ていきましょうかね。それでは本日は以上です。ありがとうございました。